演舞開演。どうも、本日はしらふなみーもという商品を食べてみたいと思います。確か食べ物って書いてたんだけどな、どんななんだろう。2色のこういうスティックタイプのゼリーみたいですね。では1本ずつ取って、まずはこちらの鮮やかな方からいってみたいと思います。ではいただきます。この味、あなたはちょっと意地悪でひねくれてます。次はこの黄色い方にいってみたいと思います。色はぱっと見はあんまり変わらない気もしますね。では、あなたのお味はストレートですね。こちらのオレンジの方は口に入れた時の苦味が少々強くて、黄色は若干甘めといった感じでしたね。オレンジの方が美容成分が強いってことなのかな。もちろん食べにくくはないですけど、これなら持ち運びにも便利そうですし、お手軽な美容としてぜひおすすめできる一品だと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。